じゃあ時間になりましたんで、そろそろ始めさせてもらいます。はい、今日お客さんの方のパラパラ、出演者はもうパラパラって感じでパラパラ通してやりたいと思います。今日ですね、68回目になりますね。2009年からやって丸6年ですね。3月丸7年目に突入してます。いやー、どうもありがとうございます。今日来てる方は本当に好きなんですね、歌もね。こんないい、いい天気なのにこんなところに来ちゃってみたいな本当ありがとうございます。ですね、2020年に東京オリンピックございますが、これが100回目を迎えるのがですね、2019年、1年前になりますね。皆さん大丈夫ですよね。それまで元気に目標で頑張りますので、まずはその一つ目標なので、そこを目指してですね、一回一回、年を重ねていくかね、100回目で頑張りたいと思います。じゃあ1曲目なんですけども、歌集の方ですね、ゼロページの方、ここの、よろずやの使うテーマソングですが、小林進作曲のですね、僕のお気に入りから。じゃあ、スーさん、よろしく。はい、じゃあ行きます。だいぶ慣れましたかね、この曲。どうですか、いい感じだったですか。リズム系なんでね、皆さん前に出て踊っても全然構いませんのでそういうことですね。ノリノリで、ありがとうございました。で、次の曲ですけども、今度落ち着いてですね、何ページなのかな、110ページですね、になると思うんですが、森山良子さんの曲で、この広い野原いっぱいですか、よろしいでしょうかね。そうですね、キーエですね。森山直太朗さんがね、息子さんでやってますが、これお母さんの森山良子さんの曲で、フォークの名曲と言われてます。これ4番まであるんでね、皆さん頑張って、途中感想ございません。で、最後ですね、手紙を書いてってありますが、ここだけ2回繰り返します。私の方で、リードしますんで、ぜひついてきてください。一人ぼっちじゃ寂しいので、はい、よろしいでしょうか。こんな感じですかね。ワン、ツー、スリー、はい。この広い咲く花を一つの子
2番いきますよ。ワン、ツー、サン、はい。この色に3番いきます。3、はい。この広い4番いきます。3、はい。この広い手紙を書いて。はい、終わりです。はい、どうもありがとうございました。この曲、皆さんやっぱりよく知ってますね。声が出てます。さっきの曲と全然違いますね。さっきの曲もこういう風にならないとね、10年後にはこうなりたいと思います。100回目にはね、皆さん声出していければいいと思います。どうもありがとうございました。次もですね、これフォークの名曲ですが、48ページ、風ですね、橋田典彦シューベルスというグループがやってましたけど、これもたまになんか夏村の方がやってると歌ってますよね。まだ元気で、活躍している橋田典彦さんでございますが、これも昔はよく歌われてたと思いますけどね、ご準備のよろしいでしょうか。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。これはですね、最後、あ、そうだ、歌唱指導した。ただ風が吹いているだけで、これを4回やりますね。はい、終わりですって最後言いますから、そっからもやめてください。はい、最後ですって言ったら終わりです。4回やります。これ最後とかラストとかなんか言いますんで、はい、あとは繰り返しはございません。大丈夫ですね。じゃあ頭からいきましょうか。このぐらいの進めていきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。とは誰もただ3、はい。何かを求め
け、はい、3回目吹いているだけ、はい、もう1回です、吹いているだけ、はい、終わりです。あれ回数間違えちゃった、大丈夫ですか。これ最後のフレーズが変わるんで、吹いているだ、吹いているだけじゃなくて、吹いているだけで変わるんでね、ちょっとそこはすいません、指導すればよかったですね。まあいい曲でした、ありがとうございました。次ですね、27ページご準備願います。27ページの、いい日旅立ちですね、ページ数になってますでしょうか。これは山口百恵さんが歌って、作詞作曲は谷村新司さんですね。大丈夫でしょうか。じゃあ早速行ってみたいと思いますが、
でございました。いい旅立ちでしたね。次ですけども、先月やる曲だったのかな、送る言葉という卒業式とかでちょっと1ヶ月遅れちゃいましたけどもやりたいと思います。127ページですね。ご準備お願いします。127ですかね、合ってますでしょうか。もう桜も散ってしまいましたが、卒業式も終わってですね、2015年の4月が始まっていろいろと新入生とかね、まだ初々しいですよね。皆さんのその辺の気持ちを忘れずに元気に過ごしていけたらいいと思いますというふうにまとめました。はい、お準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ行きます。いや、この曲難しかったですね。ねえ、ちょっと勉強しておきます。なんかリズムはこれ、うななっていうのとあと言葉尻もなんていうんですか、結構早く。いや、武田鉄矢って実は上手かったんですね、歌がね。いや、金八先生。いや、あんまりどうかなと思ってて、やっぱり歌ってみると難しいですね、これね。いや、勉強になりました。もう少し勉強しておきます。次回は。ありがとうございました。で次ですけども、これは大丈夫かな。87ページの学生時代。やりたいと思います。ペニー早川さんですね。これはですね、最後繰り返しなんですよね。素晴らしいあの頃学生時代、素晴らしいあの頃学生時代、じゃんじゃんじゃん。
これ一回だけ繰り返しますね。あとはすんなりいっちゃいます。3番まで、はい、社長よろしくお願いしますね。歌唱指導の方はよくわからないので、いやもう生まれる前の曲なんてね、全然わかんないんですよ。よろしいでしょうか。じゃあ早速行ってみましょうか。テンポこんぐらいでいいですか。社長こんなもんでいいですか。学生時代、皆さん思い出したでしょうか。ほんの数年前ですよね。ほんの数十年前じゃなくて、ほんの数年前、数年前ですね。いやこれ、やっぱ社長いいですよ、これね。皆さん知ってますね。声が大きかったですよ。ね、この系の世代がいいですね。集会集会ですか。学生集会ですか。行ったんですか。はあ、通ってますか。学生さんですね。学生学生さんも今日いらっしゃる。あ、じゃあまだ新入生ですか。あ、新入生おめでとうございます。いや、いいですね。一生勉強ですからね、本当ね。いや、本当おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ前半の最後の曲になるんですけども、ですね、153ページですね。題名が桜という曲です。まあ、桜という曲がいろいろね、世の中にありますが、私はこの小林進の桜が一番好きですと毎回言ってますけど、上手だね。いやいやいや、もうこればっかり言ってますけどね。まあ、この季節もうちょっと散ってしまいましたが、これも戦争の話ですよね。桜の下で会おうと言ったんですが、残念ながら会えなかったという、寂しい話と言いますか、合ってますよね、これ。そういう会場でね、まあ、人それぞれ。はい、分かりました。はい、すいません。そんなことで、この季節はまたちょうどいいと思いますのでね、ぜひ、前半最後なんで皆さん大きな声出して歌ってほしいと思います。じゃあ、スーさんよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。スーさん大丈夫ですか？いや、スーさん途中せき込んじゃって大丈夫かなと思ったら皆さんちゃんと歌ってていいですね。もう浸透してますね、かなり。花粉症なんです。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、あの春先のね、前線もちょっとあるんで。なるほど、辛いですね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、これコーヒータイムになりますので、はい、ごゆっくりご判断等々。